はい、じゃあ今日はKaname見ていきましょうか。見えますか、Kanameですね。はい。前回ってだいぶ前ですけど、匠を紹介したらKanameも見たいということでね、当然ですね。見ていきましょう。2つ用意してますが、Kanameの特徴、また先に見ときますか。この辺に出てますか。はい、ちょっと大きくしてみましょうか。スリット位置が、ポケットがね、深く広くなるように工夫してあるということですね。デュアルパームテックという機能になります。スリットが入っているスリット加工のものは、男前シリーズ独自のスタイルとなりますね。じゃあちょっと見ましょうか。はい。こちら、レッドオレンジのKanameですね。はい、いいですね。これもね、深いポケット。革どうですか？はい。これ2個あるんですけども、1個、公式です。どっちかわかりますか？これね、非常に難しいです。私もね、パッと見はわかりませんでしたね。こっちが軟式。こっちが公式ですね。詳細ちょっと見ていきますが、まずね、革の厚みですね。乱暴な測り方ですが、測りやすいところでね、見ていきますと、6？ 重なってるとこね。こっちはどうだ？ 6？ そんな変わらんすね。はい。じゃあ、他のとこ。革紐とかも見ましょうか。3ぐらいかな。多少ね、厚みにばらつきがあるんで。でもこちらも3ぐらいだな。ほとんどわかりませんね。じゃあ次に、よいしょ。重さで確認してみましょうか。よいしょ。はい、0ね。まず軟式から、ズボン。502ですね。はい。じゃあ次、公式。はい。495。ほう。ほぼ同じということですね。個体差がありますし、グリスの量とかで微妙に変わりますから、500前後と、500プラスマイナスという重さになりますね。ということは、革の量もそんなに変わらないなということですが、ちなみに普通のサイズ6のローリングスですと、どうだ？ 531 ですから、これはかなりね、優位差があるということでしょうね。30g って言うとちょっと大きいですからね。ということはやっぱり軽量に作ってあるというふうなことになりますが、じゃあどこが違うのかなというね、ところですけども、そうですね、やっぱ革かな。革ですね。ちょっとこれ、紙のところ見てみましょうか。はい。やっぱり、公式の方がね、シャギーンとしてますね。シャギーンとね。いいところの革から公式取っていきますからね。はい。軟式はその後になりますんで、多分そういう違いかなと思うんですけど、軟式もう一個見ていこうか。これ、この前見た匠の軟式ですね。公式と比べると、やっぱりこう、革の質感が公式の方がね、でもこれ、別々で見ると分からないぐらいの差ですね。手入れ感は、軽いな、やっぱりな。軟式どうだ？これは、公式が軽いっていうよりは軟式がいいんですね、これね。いいな、軟式。はい。ということでね、簡単ではありますが、Kanameの方を見ていきましたが、あと見たいとこありますか？Kanameはこのアイウェーブになってますね。で、先ほど言ったあのポケットがね、匠よりも、深いと、でかくて深いということですね。しっかり掴むということですね。今日見てないですけど、5よりは、浅いですけどね。うん。いいですね。でもあれだな。軟式が、ははあ。これは難しいな。うん。レースはどうだ。ほほほ、優位さはないぞ。かね。こっちも違うかな。うん、そうでもないな。はい、ということで今日は、Kanameをお見せしました。またリクエストお待ちしております。それでは皆さん、さようなら。